のような方を探しておりましたの。私とお友達になりません？あなたが本好きだからですわ。え？そう！できるだけ革命軍から遠い場所までね！ミーアの言葉はマーロンの心にものすごく響いた。ミーア姫？あらまあ、アベル王子ったら照れてますの。うふふ、意外にウブなんですのね。ほほん。大人の余裕は長くは続かなかった。分かっていますわ。こんなの余裕ですわ。とても心地いいですわ。姫、何を。え、あら、アベル王子だから、そんな目で見つめないで。大丈夫ですから、その、離れていただけませんか。すまない。きっとこの勢いでギロチンも回避されて。で、全然回避されてない。へえ、お弁当、お弁当。いや、必要ない、帰ってくれ。どうして。あ、これダメなやつですわ。知ってる、本で読んだことがある。いや、でもこの際背に腹は変えられませんわ。え、アンヌ、料理ができる方とはまさか。彼女は私をギロチンにかけた憎き相手。できるだけお近づきになりたくないのに。